皆さんこんにちは、さやさこころです。今日はリンゴルフオープン9会場が無事に終了しますので、そのことについて動画でお話ししたいと思います。東北の福島から始まって、先日関東の実りで予選最終戦となりました。誰にでも気軽に参加できるをコンセプトに始めたリンゴルフオープンなんですけれども、本当にあの9会場無事に終了できてありがとうございます。はい、なんと全国ですね、1027名の参加がありました。私が印象に残っていることなんですけれども、まあまずスタート福島、雨でね、なんとハーフで中断となってしまいましたが、本当にあの参加してくれた方皆さんすごく温かくてですね、もう全然いいですよみたいな、まあ、最後までやりたかったですけれども満足してますというお言葉をいただきました。でその次に行ったのが九州名古屋とありましたが、結構天気が怪しかったんですが、本当にあの九州と東海の方はカメラプレッシャーに強くて、本当にすごい、私がカメラに構えてる時にナイスショットする方がたくさん多かった印象でした。そして関西会場の ABC では、私がね初出場をして予選突破に臨み、午前中前半結構叩いちゃったんですが、後半なんとかスコアをまとめれて予選突破することができました。リンゴルフの女子は全員予選突破しました。で最終戦の実り、これはもうちょっと本当に結構あのキャディーさんたちにも聞いたんですけれども、何百回に1回の日に当たってしまったんではないかってい こうサスペンデッドにですね、なりかけまして、もう最後2、3組は上がれないんじゃないかなみたいな感じだったんですけれども、本当あの皆さんのスピードゴルフみたいにゴルフしていただき、全員無事上がることができました。本当にあの皆さんのご協力のおかげです。ありがとうございます。で今回ですね、4月に太平洋クラブ御殿場コースで決勝大会が行われます。決勝大会に出場する方ですね、どういった方法で連絡がいくかっていうのが分かってない方もいらっしゃるかと思いますので、ここで少し説明をしたいと思います。各会場の上位者に招待状をお送りします。上位の多分10から15%ほどにお送りします。招待状、そちらにご案内の内容が記載されてますので、締め切り日までに必ずお返事ください。で同時に上位 30% くらいの方にキャンセル待ちのご連絡もいたします。はい、キャンセル待ちの方は事務局にいただいた返信メールの先着順で当選としたいと考えてます。キャンセル待ちの方はもう事務局から来た瞬間にもう返信メールすぐ送っていただかないと、もう先着でどんどんキャンセル待ちは埋まってしまいますので、そちらの方よろしくお願いします。すでに運営事務局から連絡メールはもらってると思いますが、迷惑メールの設定をご調整してください。迷惑メールに結構メールが行ってしまうこともあるらしいので、その辺はしっかり皆さん迷惑メールに行かないように調整よろしくお願いします。そしてリンゴルフオープン決勝大会はリンゴルフメンバー全員が参加します。じゅんちゃん、りさちゃん、ゆっこ、みほちゃん、で、私か。私たちも全力で挑んでリンゴルフ上位に何人私たちが入れるか頑張りたいと思ってますので。決勝大会御殿場会場でお会いしましょう。リンゴルフ視聴者で作る決勝戦、どうなるか楽しみですね。皆さん御殿場でお会いしましょう。バイバーイ。